なんでこのタイミングなんだろうって思いましたが、なんと FF16 ファイナルファンタジー16発売1周年記念アンケートの結果が発表されました。さあ、ようやくね、アンケート結果がこのタイミングで発表となりました。直近ではアサシンクリードシャドウズのね、大炎上とか、あとドラクエ3リメイクの情報が出たりとかで、まあそちらの方がね、やはりホットな話題としてゲーマーの中では認知されておりますが、忘れた頃にやってくるファイナルファンタジー16。いやー、もはや懐かしいなね。でまあ今更ながら、こちらアンケート結果が発表となり、で今日発表されたわけなんだけど、生涯一緒にいたいキャラとか、まあ、上司になってほしいキャラなど、トップ3がね公開となりました。そして皆さんこれを見てどう思いましたか？吉田 P 懐かしいな。やっぱ FF16 といえば吉田 P 吉田直樹っていう印象がとても強いわ。はい、まあそういったところでちょっと見ていきましょう。発売1周年記念アンケートか。まあ別にこれアンケート取ってくれるのはいいけどさ、問題は次回作にしっかりと活かしてくれるのかどうかっていうところですよね。正直アンケートってさ、振り返りになるわけだから一番重要なのってそこじゃないかな。スクエア・エニックスより発売中のファイナルファンタジーシリーズ最新作ファイナルファンタジー16について本作の発売1周年を記念したアンケートが行われ、本日結果等内容が発表されました。まあ、具体的にはこちらとなっているわけですが、まあ、ようやく発表となりましたね。はい。こちらはファイナルファンタジー16の公式 X、 それだけではなくてファイナルファンタジー自体の公式 X、 こちらでも発表の運びとなりました。でまずは FF ポータルで行った FF16 アンケート、その結果といったところで、生涯一緒にいたいのはジルでしたね。ジルか。ジルってさ、なんか子供自体と大人でさ、全然なんか目つきとか雰囲気違うよね。こんなにさ変わるもんなんだ。全然違うよね、今更ながら。でまあ生涯一緒にいたいのはジルといったところで、まあなんとなくねこれは予想ついていたので、まあそりゃそうだろうなと、これを見て思いました。で2位につきましてはクライブ、そして3位がジョシュア、このような順位となっていますね。こちらについては皆さん違和感は特にないでしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。続いて、もしなれるとしたらどの召喚獣になってみたいのか、こちらに行きましょうか。1位につきましてはバハムート。バハムートか。まあ確かにな。ってかさ、16のバハムートめっちゃかっこよかったよね、今更ながら。で2位がフェニックスで、3位がオーディン。でこのような順位となっています。まあこちらもね、まあ、特に違和感はないかなと思いますね。ただ具体的に何秒入っていたのか、ちょっとそちらがね未公開となっておりましたので、ちょっとそこのところが残念だなと思いました。まあ例えば何人ぐらいがこれね投票したのかっていうところ知りたい方多いかと思いますので、まあ結構ねアンケート取る上では重要だと思うんですよ。じゃあ具体的に何人がそこに同意されたんですか、どう思ってるんですかみたいなところ、こことても重要ですよね。でまあ1位がバハムートとなっているといったところで、次は旅のお供に連れて行きたいのは、まあ、トルガル。まあそりゃそうだろうな。いやそりゃそうだろうっていう、まあここも特に違和感はないんだけど。で2位がガブで、で3位がミドって形になってます。で次、上司になってほしいのは1位がシドで、まあうまいこと分散してるよね。まさか票をさ、なんか細工してるとは思えないけど、なんか割と理想的な順位に落ち着いているなと思いました。で2位がバイロンで、3位がハルポクラテス。これめっちゃ言いにくいよな。でまあそんな感じでございます。で続いて、まあ、好きなコンビ果たして誰なのみたいな、どういった組み合わせが良いのかみたいなところなんだけど、1位がね、まあ、これもねやっぱそうなるよなっていう感じなんだけど、クライブとジルでした。今作の主人公ってさ、なんでおっさんなんだろうね。おっさんとおばさんみたいな、おっさんおばさんの組み合わせが、今回主人公だったわけですが、なんかこう見るとめちゃくちゃ老けて見えるよな。はい。で2位が
クライブ・ジョシュアで、3位がクライブ・トルガルっていうことで、まあ、主人公であるクライブが、全てにランクインしてくると、まあ、そういった状況となっています。でまあそういったところで発売1周年記念壁紙配布もございまして、なんかねあれなのかな、吉田直樹、吉田 P のね、例えばそのインタビューとかね何かあるのかなと思っていたんですが、まあ特にそれもなく、まああっさりと終わりましたね。なんかせっかくさ1周年なわけだからね、なんか DLC 買ってくれてみんなありがとうとか、無事1周年迎えることができましたみたいな、なんかそういったねやっぱ開発責任者としてなんか一言ねユーザーにあるのかなとてっきり思っていたんですが特に何もなしっていうね、まあちょっとこれもある意味びっくりしましたが、マジかよみたいな感じでしょうか。まあとにかくね、このような運びとなりますので、皆様に共有させていただきました。ちなみにファイナルファンタジーのこれからの展望につきましては、まあ特にね、これからどうなっていくかっていうところは直近では語られておらず、でかつまあ DLC かな、こちら第1弾第2弾っていう2弾構成で出ましたが、まあそちらも無事すでにリリースされておりますから、まあここからまあ第3弾第4弾もつながっていくんじゃないかみたいな説が、まあ、当時ございましたけど、まあストーリー的にもそうだし、で実際にダウンロードコンテンツプレイされた方であ あると、わかるかと思いますが、まあ明らかにストーリーもねくっきりと終わっちゃってるから、まあここからさらに何か発展性があるとかそういった運びにはならないんじゃないかな。だからまあ良くも悪くもファイナルファンタジー16はこれにて完結で、無事1周年も迎えましたので、まあそこに関するフィードバックアンケートも終了し、まあもう本当に泣いても笑っても16の話題ってここら辺でもう終わりなのかなと思いました。でまあ次関心が向いてくる先としてはやっぱりナンバリングで言うと17か、まあこれはねすでにもう開発着手されているんじゃないかなと思ってるけど、果たしてどうなんだろうね。そう、17なんだ、17けど17ってね、まあサイクル的にもオンラインに次はなるんじゃないかみたいな、そういった説が囁かれておりますから、ちょっとそこのところが気になるかな。まあできればオフゲーの方が良いんじゃないかなと、ナンバリングは思ってるけど、どうなんだろうね。まあ今のところは、そういった説なども流れています。またね、セブンティーンとか、あとセブンリメイク、こちらの3作品目についても情報が今後出てくるかと思いますので、もし公式から何かしらのトピックス続報などがございましたら、また別途こちらのチャンネルで取り上げてまいりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後になりますが、皆さんのこちらのアンケート結果の感想などをコメント欄で教えてください。以上です。お疲れ様でした。